情念司チャンネルニュースの虎がわかおー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想まで書いていただけると嬉しいです。いやー、キッシーがね、ついに支持率急落ということでね、まあ自業自得かな。まあ、ほれ見たことかという感じですけどね。こちら、時事通信の記事でございます。内閣支持率 43.4%、コロナ対策評価4割切る、時事通信世論調査ということで、時事通信が11日から14日に行ったね、2月のね、世論調査で、岸田内閣の支持率はなんと 8.3% もダウンして 43.4% になってしまいました。ごめん、思わず拍手しちゃった。すいません。ということです。で、まあ、今回の流行り病対策もですね、評価しない人がすごい多いと。評価するっていうのはですね、6.3 ポイント減の 38.9%。評価しないは 6.5% 増の 37.9% と。もう賛否が拮抗していると、いうことです。あ、ちなみにね、不支持率はですね、6.6 ポイント増の 25.3% か。ということで、まだまあ、この調査とね、時事通信だと、支持率43の不支持25ですから、まあ、まだそんなに大したことないようには見えますが、まあ、これね、なんでこんなことになったかということで、まあ、単純に言うと、流行り病の感染者数と、まあ、逆相関の関係にはあるんですが、今私が思わず喜んでしまったのはなぜかというと、騎士のこと嫌いじゃないんだけどさ、あまりにもちょっとほら、嘘ついたでしょ？俺だって騎士褒めてたんだから。ね、まあ前ボロカス言ってたよ、ずっと。ずーっとボロカス言ってて、すいません、騎士あなたは変わったね、つって自民党総裁選の時褒めたのよ。ね、いい政策言ったからさ、ね、山本幸三先生から習った通りね、ね、いわゆるこの、マクロ経済政策の全体像を持ってさ、ね、現状のその金融緩和の枠組みを、検知して、ね、消費税は下がりませんって言うから、増税もやんねえのかなと思って見てたんですけど、なんか増税する気満々だしね、減税嫌いみたいだし、なんかちょっと、こいつ違うねみたいな。ね、令和の所得倍増計画つってもさ、どっか行っちゃってさ、いつの間にかさ、新しい資本主義とか言って、社会主義みたいなこと言い出してるし、あれこいつ何なんだろうと思って、なんで、ね、いいですかね、もともとディスってました。はい。総裁選で見直して、ね、はい、褒めました。はい、やらせてみた。はい、総裁選で言ったこと一つもやらん。これで、また、お前ふざけんなって怒ってるという流れなんで、その中でのこの、拍手ですからね。ね。だから、岸田心入れ替えて総裁選で言ったようなことやってくれんだったらさ、俺はまた応援したいなと思うんですけど、ちょっとね、どうなのという感じでございます。はい。でね、これに関連してですね、土の子新聞、間違えた。毎日新聞ですね。毎日新聞もですね、社会調査研究センターという、ちょっとこれもんの、団体があるんですけれども、そことですね、世論調査やりました。で、結果ですね、支持率はですね、やっぱり7ポイントダウンの、45%、2021年10月の政権発足以来最低となりました。で、さらにね、流行り病対策に、そうだ、あとね、これ、その前にね、不支持率がですね、10ポイント増で 46% と、いうことで、支持率と不支持率ほぼ並んだということで、支持45、不支持46と。ちょっとこれ微妙な。うん。まあちょっと、毎日はね、これちょっと調査の方法が微妙なんだよね。時事通信の方がね、なんか対面でやってるんで、割と信頼できると言われてるんですが、毎日はね、確かこれあれなんですよね。あれ、ショートメール。ショートメール使うとね、なんかこう結構数値にブレが出やすいというのはこれ、有名な話らしいんで、まあちょっとこれしながらですけど、まあ傾向は同じですよね。ね、支持率が下がり、ね、不支持率が上がるというね。まあまあ、こういう感じですよ。まあ、だんだん拮抗してんじゃねえかと、いうことです。それからね、これ結構ね、ここがポイントでね、流行り病のね、これだ。まん延防止措置ね、これをね、強化すべきかという問いについてね、これすごいナイスな回答なんですけど、強化すべきは 28%。ね。で、緩和はなんと、40% ということで、なんか風向き変わってきたね、世論のね。昔緩和しろとか言ったらもう袋叩きだったんですけど、今緩和しろって人がなんか割と多数派なんですよね。まあ、ただですね、現状のままでいいって人が 26% いるので、まあ、まだ現状、もしくは現状よりも厳しい。こっちの方がいいって言ってる人が、まあ全体の過半数。過半数超えてるね。64%。64% もいると、いうことでございます。はい。まあでもそんな中ね、まあ岸は、だから3月から、まあ段階的に解除するとか言ってるんですけど、どうなんだろうね、これね。うん。なんとか、もうちょっと感染が、なんですか、勢いが、ピークアウトが確認できるのであれば、検討してもいいくらいの、なんかこう、すごい向こうを持って回った、
回りくどい言い方だったんじゃないかなと、いうふうに思うんで、まあこれ結構厳しいなと思います。で、ちなみにですね、今日ね、今日、八重洲のね、まあメルマガの方で、無料メルマガの方で出すんですけど、3回目のワクチン接種、遅いですよね。ね、これなんで遅いかっていう問題ですよ。実はもう去年の11月時点で4800万回ぐらい余ってたのよ。余ってたのに、とっとと打てばいいじゃん。ね、お年寄りとか、打たなかったんです。なぜでしょうっていう話。はい。端的に言うと、キッシーがね、ダメだったの。頭足んなかったというか、ぼやぼやしてたというか。でね、その辺の詳しい経緯をね、石橋さんに聞いたんですよ。で、それをね、メルマガに書きましたんで、今日ただで読めるんで今日は。ぜひ皆さん、八重洲イブニングラボ登録していただければ、今日ただでですね、そのことをまあお話します。まあでも、ただで読めんだけど、中身言っちゃうとね、まあ簡単に言うと、要は、4800回の、そのね、まあ、在庫があったんですけど、その後の新規入荷の予定がね、まあ、立たなかったんですよ。端的に言うと。立たないっていうのは何かというと、要はその、ファイザーとの交渉、ね、キッシーが弱気で、いや、これ勝てねえんじゃねえか、みたいなのをすげえビビったらしいんですよ。はい。で、もしファイザーとの交渉ね、他の国に勝てなくて負けちゃうと、入荷遅くなるでしょ？そうするとその、まあ、今ある在庫でバーって打ち始めちゃって、途中で切れちゃったら文句出るじゃん。でしょ？途中で切れたら文句出るから嫌だなって思って、どうしようかな。じゃあ全部送らせてって言って、送らせたんじゃねえかという疑惑が持たれているんです。これ実は日刊現代なんかも記事にしてましたよね。まあ今日は私のライブの方でね、この辺の詳しい話は、まあしたんですけど、まあいずれにしてもですよ、その在庫がね、まあ切れたら、ね、後で自分が批判されるかもしれない。嫌だなっていうことで、なんかビビって、やんなかったみたいなんだよね。やっとけよかったのにね。うん、高齢者だけ今、プロテクトしてればさ、ね、デンマークとかああいうとこみたいに、経済回すためにね、若い人はどんどん、働き出てくださいということができたんですけど、いまいちですね。はい。ということで、まあ、その辺のね、詳しい経緯はぜひですね、無料メルマガの方で読んでください。下で登録できますんでね。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー！